実は、R、よりものの発音の方が難しいでみな、hey、さんこんにちは。イングリッシュブートキャンプのゆみです。 えー、私はですね、英語の発音コーチ、アメリカ英語の発音コーチとして、まあ、25年以上にわたってですね、えー、日本人、それから海外の方にもね、英語を教えてきました。で、私の著書ですけれども、後ろにね、2冊出ておりますので、興味のある方は概要欄にね、詳細ありますので、チェックいただければと思います。で、今日の本題ですけれども、実は実は、私たち日本人にとって、結構ネックになってるのは、R の発音よりも、むしろ L なんですよ。 っていいいうねこの話をしたいと思いますで結構やっぱりね皆さんね「R 難しい」っていうのはもうみんなね共通の認識としてあると思うんですよ英語をやってる方ね。でも「L」って日本語の「ラリルレロデロ」と同じだぐらいに思ってる人がとても多いと思いますけれどとても多いと思うんですよ。今まで私ねあの本当に何千人っていう方に指導してきてるんですけど多くの方が「L」は「ラリルレロデロ」と一緒でしょっていう,うに言うんですけども。 実は全然違います。違うっていう話を今日しますね。で、え特に気をつけたいのが、まずね、このね、死因のクラスターです。クラスター何それえ何コロナウイルスの感染みたいな思う人がいるかもしれないですけども、全然関係ないです。クラスターっていうのは、クラスターって言って、塊っていう意味です。死因の塊、つまり二重死因とか、 死ンがこう並んでる状態ですよね連続する状態これをクラスターという,うに言いますでこの時の L の音ね特に注意しないといけないですでなんで L の方がじゃあ日本人にとって R よりね難しいのかっていう話ですよねそれからまあ最後にちょっと発音練習っていうのをねして締めくくろうかなと思ってますでこのクラスターの時注意しなきゃいけないのはその直前に別のシーンが来るからなんですね で、L 単体でもちょっと微妙だったりします、日本人の L って。例えば、何々が好きですっていう時の LIKE ですね。この LIKE ですけど、舌がね、舌先が上の歯をギュッと押さなきゃいけないんですね。I like I like、ね、私の口元見ていただくと分かると思うんですが、舌が丸見えでしょ。I like, like, like。I like なんとかっていうんですけど、これ多くの方が I like, I like。 I like っていうふうに発音してます。I like だとほぼネイティブからすれば R の音です、ねで。なので L 自体が結構私たち甘いんですよ。で、単体でもこんだけ甘いのにまし、あ、てクラスターになった時、例えば play 何々を演じるとかスポーツをするとかっていう時の play ですね。楽器を演奏するとか。あの play とかも高い確率で play play になって 祈みたいなね、えー。何を祈ってるのみたいになってます。あとは、フライですね。飛ぶっていうフライね。これも、フライ、フライ、フライだと、も、ま、R、あ、ですね。ネイティブが聞くと。いや、フライっていうと、揚げ物の方になっちゃいます。エビフライのフライになってしまう。<laughs> な <laughs> のでこのね P の後に来る L とか F の後に来る L とかねこの CN の後に来る L 連続する L つまりクラスターですねこの時本当に注意しないといけないです。なんでじゃあこの L が R っぽくなってししままうかっていうかといいいお話をしたいと思いますねで L ってラリルレドと一緒でしょっていう人が結構いるんですけど正確に言うとね日本語のラリルレドはネイティブが聞くとほぼ R なんですよ。 だから、ローマ人にするときに、ラ行って R で表記するんですね。ただもちろん、必ずしも全てのラリルでロが R というわけではないです。あの、ラララとかって歌うときのラですね。ラララララっていうとき。えー、このラは L の音です。ほとんどね。で、あとは、例えば今年、今年って去年からかな。えー、っと、年号が令和に変わりましたよね。令和。で、令和も、 はっきり「令和」っていう時の「例の音ですね。これは「L」の音です。でもちょっと会話の中でふわって入ってきて「令和」令和「令和」令和「令和」「令和」って言うともうこれね「D」の音に近いです。令和「令和」「令和」「令和」だとね「令和」って言うと「L」です。でも「令和」だと「D」になるんですね。っていう風に日本語って子音の音の幅っていうか が種類がね、音の種類が狭いので、レって言っても、レって言っても、レはレなんですよ、私たちにとっては。でも、英語ってシーンの種類が多いので、レって言うと L ですけど、レって言うと、もう D とか T のフラップ、いわゆる T の弱い音に聞こえます。あと、レ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 。これぐらいだと R になります。なので、あの、普通に会話でね、早口で喋ると、 レイワみたいいに発音しないんですよね NHK のアナウンサーぐらいですよね。「令和元年」みたいに言うのね。なので、そうやってバーって普通の会話をした時にラリルレドっていうのは高い確率で D または T のフラップですね。または R の音に近い音に私たちはなってるんですね。なので、ラ行っていうのは L だっていう概念は捨ててください。どっっっっちちかっていうときっちりはっきりりは 単体で発音した時だけ L になるんであって文章の中に出てくるラリルレロっていうのはむしろ TD または R になることが多いんですなので気をつけなきゃいけないんですが特にこのね連続するシーンの時ねあのプレイの時に、ね、ププっていうふうに、ね、なんとなくうが入っちゃう人がいるんですねで結構これはもう日本人の特徴なんですけれどもプみたいにプじゃなくてプ なんですね本来はね P の音ってで F もそうですね「フ」になる人がいます「フ」ふ「フ」「フ」じゃなくて「フ」ふ「フ」「フ」「ですでも「プ」とか「フ」って思ってると「ウって口が「う」の方向に行ってしまう「う」の口になると舌がね日本人の舌って「う」ってなるときってちょっとね舌が口の中で浮くんですよで浮いた状態になるどこにもつかない状態になるんですねこう中間 ですね、中,中間というか口の中の上でもない下でもない間ぐらいにモーっと浮いてる感じでこの状態のまま例えばあのスポーツをするっていう意味の「プレイ」っていうのを「プレイ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 」っていうふうに発音してしまうと祈る方になります「プ」ではなくてぷ「プ」なんですけど「プ」になりやすいんですね私たちねで「プレイ」ってやっと下がどこにもつかない 真ん中でモワっとしてるで、この舌がどこにもつかない状態の音は R なんです L はラですラなんです今大げさにやってると思うでしょう大げさじゃないです L はラなんですプレイなんですね、舌が前にギュッと出なきゃいけないでもこんな風に舌を前にギュって出すってことが日本語喋ってるとないのでついついプレイプレイプレイになってしまって R になって祈る方になります ね Fly、ですよねね飛ぶ方、ね、これもフライフライフライフっていうふうに言ってしまうともうそのまま舌がモアーとなってフライフライフライになると揚げ物になります。これすごく有名な話なんですけど日系のね航空会社に乗ると飛行機に乗るとね機内アナウンスで英語が流れてくるでしょ。その時に例えば あの『Thank you for flying with us』とかっていうアナウンスがあるんですが高い確率で「Thank you for flying with us」っていうふうに私たちと一緒にあげてくれてありがとうみたいになってる時がありますあとあのゆっくりお過,ごしお過ごしくださいっていうのを Enjoy your flight ですね、flight、フライトですねえ飛行ですよねこのフライトも Enjoy your flight になってることが結構ありますでフライトは 恐怖です、ね、L と R が違うだけで意味がね全然変わってくるんです。Enjoy your flight って怖いよって何恐怖をエンジョイしてください何それってなってしまうので本当気をつけないといけないです。でも結構日系の,の航空会社の機内アナウンスはこの L がね結構全滅気味です実際のところ。でそれぐらいやっぱり L って難しいんだっていう認識がね 日本人の英語を話す人の中にちょっとね薄いんじゃないかなと思うんですね。なので気をつけてください。フライトではなくてフライトフライトです、ねえー。下の動きを自分でコントロールしてください。フライトフライトね、えー。プレイプレイですぐに次の音に行こうとしないことがポイントです。 すぐ行こうとするともう舌が動いてないのに次に行っちゃうので R っぽくなってしまうんです。プレイみたいに。プレイじゃなくて play です。えー、fly ではなくてフライ fly っていうふうに舌が動いてるのを自分で鏡を見ながら確認しながら練習してみてください。これ本当に大事です。 でそうやって練習してるうちにそのうちそんなにこうプレイとかってやらなくても普通にプレイっていう風に言えるようになりますでこれが言えるようになるとプレイとプレイの区別もつくようになりますどっちか分かんないっていうねあの私前の前っていうか、まあ、以前の動画でボンジョビの Living on a Prayer っていう曲ねを解説したんですけどこのプレイヤーっていうのが L なのか R なのかっていうのが聞き取,り聞き取れないですっていうふうにコメントで書いてる方がいたんですよ。プレは祈祈りりですね祈りでこれが L だと「プレイヤー」になると、えー、演じる人とかあのスポーツとかをする人選手っていう意味になります。プレイヤー「プレイヤー」って意味が変わってくる。で聞き取れないって方は自分がね区別してちゃんと発音できてないってことなんですね。うん、なので自分が発音できるようになると確実に聞き取れるようになります。 ではですね、ちょっとね、練習してみましょうかね。で、練習する時のポイントなんですけど、今言ったように下のね動きをあのよく見るってことが大事なんですが、もう一つはね、口をね、こういうふうにちょっと丸めてしまうと、R になりやすいです。逆に言うと、次に R が続くときは、口をちょっと丸くするといいです。プッ、プッ、プッ、プッって丸くすると、そのまま Pray って言うと、祈る方になります。Pray。 Pray, pray. これだけでも何も考えなくても R になります。なぜかというとさっき言ったように、プって口丸くすると私たちの舌はもわって真ん中でもわっとな,なるのでね、どこにもつかない状態になっちゃうんですよ、勝手に。なので R の音が割と自然に出せます。Pray, pray で,すで、す、えー、揚げ物もそうですね。これもふってちょっと丸くすると、 この状態でもう舌がちょっともわっとなっているので、そのまま fry ってやると r の音になります。fry, fry, pray, pray, fry, fry, pray, pray. この丸いところからスタートすると r になります。それに対して l の時、口を丸めてはいけません。l の時は口を丸めずに、この状態で p, 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 p の時ね、p, p, 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 p っていうふうに、口丸めずに p l u プラプレです、ね、丸めないで、プレイ、プレイです、ね。で、飛ぶ方も、こういうふうにしないで、fly f フ,フ,フライ、フライ、フライ、丸めない。ね、丸めると R になります。プレイ、プレイ、プレイ。丸めないと L です。 play, 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 pray, play, pray, pray, play, 口紅の形わかりますかね、えー、丸めると揚げ物です。f ry, fry, fry. 丸めないと飛ぶ方です。f ly, fly, fly, f l y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  っていう風に口元と舌の動きをよく見ながら練習してください。これで区別ができるようになると聞き取りも簡単にできるようになります。ね、もうね毎日練習すするしかないです結局ここって筋肉なので頭でうんうんって思ってても思ってるようには動かないです絶対。動かしてみて初めてあ動かないなってなって何度も練習するうちに動くようになります。 なので、ぜひぜひ毎日毎日ちょっとね、あの数分間でいいのでね、うん、数分でいいので毎日続けるようにしてください。以上、今日はね、実は L が難しいんですよというお話でした。何かね、質問等ありましたらコメント欄に書いてください。で、この動画が役に立ったっていう人は高評価の方よろしくお願いします。で、まだチャンネル登録してないという方もね、ぜひぜひこれを機にチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See you!Thanks for watching.If you l i k e this video, Make sure to subscribe to my channel ご視聴ありがとうございますチャンネル登録の方もよろしくお願いします基礎から応用まで学べるユミの脱カタカナ英語マニュアルはこじはるさんの CM でおなじみのベースにて販売中ですまた、YouConnect のアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です詳細は概要欄を見てくださいね